ルスラーンとリュドミーラは、ロシアの詩人、AS ・プーシキンが書き上げた、最初の物語詩である。悪魔にさらわれた大公の娘、リュドミラを、勇士ルスラインが救いに行く冒険物語。日本語訳は、川で処房新社によって1973年2月9日、初版が出版された、プーシキン全集一助上司、物語詩愛に、川端香織役の本編が収められている。 以下、翻訳、表記は原則として、これに準ずる。プーシキンは、貴族学校の立成を卒業した後、1818 18年から1820年にかけて、初めての物語詞を執筆した。プーシキンは、立成在学時代から書き始めたという指摘もあるが、おそらくその時期に着手されたのは、構想だけで、テキストはまだであった。 三井卒業後、サンクトペテルブルクで、最も無意な生活を送りながら、プーシキンはもっぱら病気の時に試作に取り組んだ。プーシキンは、フランス語訳で読んでいた、アリオストのロマン主義史、狂乱のオルランドの精神で、ボガトイーリの民話を元にした物語誌を制作する、ことにした。また、ボルテールの、オルレアンの諸女や、婦人のお気に入りからも影響を受けていた。 そして、エルスラーナーザレビチについての民衆向けの物語、ヘラースコフの、バハリアーナ、カラムジーンの、イリア・ムーロメツ、あるいはとりわけ、NA ラジーシチェフの、アリョーシャ・ポポービッチといった、ルーシの古い民衆文学から財を得ていた。制作に着手する直接の刺激となったのは、1818 18年2月に発表された、カラムジーンの、 ロシア国家の歴史の最初の巻であった。そこから物語の多くの細部とルスラーンの三人の競争者たち、ログダー・アイ、ラトミール、ファルラーフの名が借用された。物語詩は弱鏡四歩角によって書かれていた。ルスラーンとリュドミーラ以降、この形式はロマン主義史における揺るぎない主流となった。ルスラーンとリュドミーラは VA ジュコフスキーの少子、 12人の眠れる処女に対するパロディーの要素を含んでいた。プーシキンは守備一貫して皮肉っぽくジュコーフスキーの高尚な表彰、人物を格下げし、滑稽でエロチックな要素とグロテスクな幻想とで満たした。その際、プーシキンはといった庶民の語彙を用いた。プーシキンによるジュコーフスキーの文字理は、初めから否定的なニュアンスは、 持っておらず、むしろ友好的な性格を帯びていた。ジュコーフスキーが、プーシキンの冗談を、心から喜んだのは有名な話であり、その死の発表後、彼はプーシキンに、打ちまかされた死より勝利を得た弟子にと記した自分の、肖像画を送ったほどであった。その後、1830年代初頭になると、円熟期を迎えたプーシキンは若かりし、頃の自身の試みを、 批判的に評価し直し、俗物の木に入るように、12人の眠れる書状をもじった、ものだと嘆いた。ルスラーンとリュドミーラは、最初、1820年春に、祖国の子で出版された。同年5月に、最初の単独出版が行われたが、その日は、ちょうど、プーシキンの南方追放の日と重なった。そして、作品は、不道徳と、その、 下品なことを見て取った、批評家たちの猛烈な非難のもとにさらされた。中立で、好意的な選択から、雑誌出版を始めた、AF ボエイコフは、その批評の最後の部分で酷評したが、これはア、I.I. イアイドミートリエフからの影響であった。特殊な立場を取ったのは、PA カチェーニンで、彼も、プーシキンを非難したのだが、その論法は逆で、この詩においては、 民族性が不十分であり、ルーシのフォークロアを、フランスのサロンの小説によって、過度にならされていると批判した。一方、読者の大半はこの詩を大喜びで読み、ここから、プーシキンの全ロシアにわたる名声が始まった。かくて、この世の冷淡な住人である、私は、で始まるエピローグは、後年、プーシキンがカフカースへ流された後に書かれたものであった。 1828年、プーシキンは、死の第二版の準備を始めたプーシキンは、エピローグを書き足して、さらにかの名高い、入りには、緑の歌詞の木があった。で始まる、プロローグも書き直した。プーシキンは、象徴的な昔話の陰影でテキストを彩り、多くのエロチックなエピソードと、序章的部分を削除した。序文として、 プーシキンは1820年の出版時の批判をいくつか転載した。すでに実曲は新しい文学の潮流が主流を占めており、そうした古い非難は嘲笑の的となることが明らかであった。1830年に書いた批判を白すにおいて、プーシキンは不道徳についての古い非難を否定しつつも、今ではこの詩も彼にとっては都合が良くないものであり、 逆に本当の気持ちが欠如しているのだと力説した。誰もこの作品が冷たいということには気づきさえもしなかった。ありがとうございます。